ここまで HKT48 の歴史をたどりながらですね過ごしてきて、なんか来たよ。何、はい、ドキドキ。はい、というわけで、ここで HKT48 からのお知らせです。 HKT48 6期研究生の昇格発表を行わせていただきます。名前を呼ばれたメンバーは前に出てきてください。それでは発表させていただきます。生野里奈、チーム H です。続いて大場里咲、チーム K4、 北川ヒーロー、チーム H、 渋井美奈、チーム H、 立花心、チーム K4、 ピカピカ笑顔、福井カレン、チーム K4、 森崎沙耶、チーム K4、 以上7名のチーム所属は来年2024年の1月からとなります。今後とも HKT48 の応援をよろしくお願いします。はい、というわけでちょっとまだ今いきなり言ったことなのであれなんですけど、一人一人ちょっとお話を聞いてもいいかな。じゃあ行くのから、私にはまだ昇格は早いかなと思っていたし、みんなよりまだダンスとか歌とかもトークもまだまだなので昇格できるかなと思っていたんですけど、昇格できたのでチーム H としてこれからも一生懸命頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ゆっくりでいいよ。はい、あれ思ったこと何でもいいよ。はい、前回の昇格発表で昇格できなかったのが正直すごい悔しくて、でもその中で選抜メンバーに選んでいただいて本当にもう不安で、私でいいのかなってすごい思ったりもしたんですけど、いや、ファンの皆さんも大丈夫だよって言ってくださったので、今日こうやって初めてバケツをかぶれが披露できて本当に嬉しかったですし、昇格させていただいたのでチーム H の渋井美奈としてなんでって思われないように一生懸命これからも頑張ります。よろしくお願いします。はい、大場里咲です。私は前回昇格できなかったことがすごい悔しくて、今まで研究生公演とかで自分がなかなかかっこいい曲とかそういうのが難しくて、そういう自分に足りてないところをたくさん頑張ってきたけど、どうすればいいかわからない時とか、なかなかダンスが上手に踊れなかったりして伸び悩むこととかもたくさんあったんですけど、なのでちょっと自分の実力が足りてるか不安なんですけど、せっかく昇格させていただく機会をいただくことができたので、この子すごいねって思ってもらえるようにたくさん努力してこれからたくさん頑張ります。よろしくお願いします。
北川宏です。チーム H に昇格させていただくことになりました。前回の昇格がを逃しちゃった時にすごく悔しくて、だからこそ研究生公演が決まった時はそこでいっぱい前向きにチャンスだなっていう風に捉えて、研究生公演でいっぱい自分を見せできたらいいなっていう思いで研究生公演をさせていただいてたんですけど、公演を していくうちにっていうか、自分が思うように全然研究生公演でいっぱい頑張ろうって思って研究生公演をやってたんですけど、全然自分が思うように できてないことが多すぎて、自分にそういう時に自分に足りないところをたくさん実感して、多分昇格するのはすごい先になるんだろうなっていうふうに思っていたので、今こうやって発表していただいて驚きがいっぱいなんですけど、チーム H に昇格するっていうことになりましたので、アキさんのもとでたくさん修行させていただきたいと思います。任せてください。よろしくお願いします。はい、立花心です。私は6期生の中でも下から数えくらい、ダンスも歌もまだまだで、研究生公演が始まるっていうのを知った瞬間は、研究生公演の中でも目立たない位置だったりかなと思っていたりしたんですけど、研究生みんなと研究生公演を一つ一つ全力で頑張ったり、歌もダンスもまだまだなりに自分の中ではできることを少しずつ頑張っていたつもりなので、その力が少しでもこの昇格発表に現れていて、すごい嬉しい気持ちです。チームの一員としてもっと盛り上げられるように、力になれるように頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。福井カレンです。私は今まで昇格ということを目標にして頑張ってきたんですけど、前回それが叶わなくて何が足りないんだろうってずっと考えて、それで研究生公演の発表があって、研究生公演も研究生の中で一番になろうって頑張ったんですけど、それも叶わなくて、でも今こうやって名前を呼ばれる日が来ると思ってなかったので本当に嬉しいですし、まだまだ足りないこ
ところはあるんですけど、これからチーム健法さんの下で頑張って先輩のようになれるようになりたいなと思います。よろしくお願いします。チーム健法に昇格させていただいた森崎さやです。私はみんながすぐできるようなこともあまりできなくて、 MC とかもステージ上とかでも不器用なことが結構あって、自分の納得いくようなパフォーマンスとかができないことがたくさんあったんですけど、その先輩方が優しくサポートしてくださって、これまでも頑張ってこれて、これからも先輩の力を借りながらも自分らしく精一杯頑張っていこうと思います。これからチーム健法として、HKT48 の一員として、名前にある通り彩りを HKT48 にもっと彩りを与えられるような存在になれたらなと思います。これからも一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では8、はい、いや発表ありましたけど、でもこうまた新しくそれぞれ新しいチームになっていくのももちろん楽しみですし、多分みんないろいろ思うことがねあると思うんですけど、みんな輝いてることは本当に変わらないから、みんな本当にかっこいいし可愛いしキラキラしてるから絶対に諦めないでほしいし、みんなで一緒に頑張りたいから頑張ろう。みんなもね多分不安な気持ちがあると思うけど、みんな本当にかっこいいし可愛いから、私たちと一緒にもっともっと盛り上げていけたらいいなって思います。頑張ろう。というわけで今回発表させていただいたわけなんですけれども、本当にハーチも言ったように、それぞれ今思ってる気持ちが嬉しいって気持ちが一番の人もいれば、不安だなっていう気持ちが一番の人もいると思うし、自分があれができなかったこれができなかったっていうのをみんな言ってたけど、それはここに立ってる先輩みんなが通ってきた道だと思うし、今悔しい思いをして涙を流しているみんなも同じ気持ちを分かってくれる先輩が絶対に近くにいます。それはこの HKT48 っていう一つのグループの良さだなって本当に思うので、そして今日この劇場でみんなの見たことない姿をたくさんの人に見てもらえたと思います。なので今日昇格した子たちはそれの理由があって、みんなにはそのまだ昇格が発表されてないみんなにもまだみんな自身が気づいてないものっていうのがあって、それを気づいてもらえる一番近い場所っていうのがこの劇場という場所だと思うので、またみんなでチーム研究生関係なくみんなで一緒に頑張りましょう。皆さんも応援よろしくお願いします。はい、というわけでちょっと締めっぽくなってしまったんですけれども、今日のこのお祭り騒ぎの楽しさはみんな忘れてはいけないと思いますので、最後みんなで楽しむ準備できてますか？最後みんなもいっぱい大きい声で楽しめますか？待って、ゆいなちゃんがあ、ちょっと時間がね、あじゃあゆいな最後デベソ出てから手振って帰りなよ。カシャカシャカシャ、ありがとうさん、ありがとう。
ことで。